打線師ダニエル。この組み合わせってどっちが有利なんですか、これ。どろし有利ですか。さすが強キャラですからね。プレイヤーが超強いんですよ。はい、アルカナは、風と賢人。うわ、減る、開幕4割です。キャダビーさん。これは一方的。お、じゃワンチャンあるかな、これは。お。はいはい、体力5分に戻して、このままセットプレー。あ、これは見えない。キャラが強い。まだお互いゲージは満タン。おーっと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 。お、これは。ああ自爆。いや、ああ、ここでバースト、バースト。ああ、このセットプレーは見えない。ああ、見ってる。冷静に拾って勝利は打点師、打点師なんですか、打点師ダニエル。ダービーさんって言いそうになるよ。はい、はい、じゃあ次僕ですね。はい、ありがとうございました。次が浅場さんと愛知さん。愛知さん、はい、タバコ吸い終わる前に勝ってしまった。こんなことは珍しい。だいたい吸い終わる前に2ラウンドストレートで取られて負けるんだけどね。はい、 1P がアイツさん、ゼニア。2P が浅間さん、バイス。なんかアルカナ間違えたらしいよ。はい、アイツさんチャンスです。はい、アイツさんは花ゼニア。浅間さんは間違えたデフォルトあるからの賢人。いいになろうぜ。やめに悲願じゃなかった、夢の花だった。さらに赤いジナでガード崩していく。そしてバースト、いいジナ吹っ飛ばして崖から、しゃがみ B がカウンターヒット。あとコンボ知らない。さあ、コンボを知らないアーサーバイスどうするのか。さあ、これはきついぞ。はい、まあ昇入、はい、グライテンからは6ホーミング 2A に立ち B だね。はい、ジャンプ攻撃当たって、あと落とす。ああ、何かしようとしたが立ち A が暴発していた。ここでバースト、おっと敵か。これ効果が俺わかんないんだけど、なんだっけ。てなこと言ってる間にガンガン固めて鼻の効果は終わっていた。だんだん下ってまいりましたけども、ジャブ B 強い。相対して着地からコンボ決めていく。あとコンボミス。ああ、これは浅間さんのグダグダ時空に引き込まれましたね。ゼニアタン時空とも言う。あと、甲羅から避けて、立ち A が届かない。これは、あいつさん側にもワンチャンどころか、ツーチャン、スリーチャンぐらいある。まあでもね、こういう試合ね、笑ってると大体負けます。ジャンプ C、ジャンプ C、昇竜。拾って、叩きつける。
あと昇竜呼びっぽい動きだったが、それを読んでいたか。コンボ入って、コンボを落とす、落とすことを見越してバーストしないアイスデニア。さあ叩きつけ、どうする、ジャンプイヤー当たって情報強襲攻撃、さらにホービルキャンセルだが、どういうことなのはい、立ち回りですと言ってますね。はい、預かったのは浅間バイス。はい、はい、次の試合、アイゼンリリカ VS ヤブロクキャシー。決してノメプレイではない。次俺と浅間さんじゃん。グダグダなら負けないよ。はい、1P がアイゼンリリカ、 2P がヤブログキャシー。はい、木と風。ヤブログさんは木のあるかな相手にするのすごい苦手だと言ってましたね。まあキャサリンでかいんで下は引っかかりやすいです。早めにバーストしてワンコンボ、体力ほぼ5分しかしてしまう。だがポカポカ体育、ああいうね端で端に追い詰めた側がバーストする状況って結構ありますけどね。対空取るのか、それともくぐってみるのかみたいなね、読み合いが結構厚かったりもします。叩きつけてナイトストリーム、下が当たる。やはりこの巨体に対してあのリーチは相当めんどくさい。ジャンイが入ってスター、さらに突っ込んでラリアットを見ていた。スターが当たるがコンボミス。一旦離れてミサイルチビ側離れて鉄球が当たらない。だが爆発でかい。チビ側爆発するな。コンボミスだがフォローして下りながらのジャンプイン操作にとって、先ほどと同じような状況。ポカポカ対空から画面端に叩きつけられず、しかしドリル、あーとあーおいやーうおや投げてミサイル、さらにチビ側、そしてあーとこれは見切れず一本取り返すヤブログキャシー。最終ラウンドゲージ状況はヤブログキャシーがやや上回っているか。ガーキャンスター、ガーキャンから投げに行くが、これは見えていた。スター、スター。カウンター一つ。だがコンボに行けず。コマ入って、コンボが見せて。先ほどの試合のグダグダを引きずるかのような。あと当たっている。さらにボカボカループ。行けず。タッチ。だがまだまだこの体力状況。わからないが、何やらグダグダ時空が広がっている。そしてバート突っ込んで1の3ハーケンスパイラル、さらにホーミングキャンセルしていく。突っ込んでジャンプシーで追い返す。ナイト突っ込んでしゃがみで食らった。カガに突っ込んでいく。アイゼンデリカ、これはやはりツタだった。勝ったのはアイゼンデリカ。はい、じゃあ2回戦最終試合、2号さん対ハラペコゼ。よいしょ。はい、ハラペコゼここまでオシムリリカ、2号リリカと来てます。勝ってもアイゼンリリカです。さあ 1P 側に座るは2号リリカ。腹ペコ勢を言わしてリリカ同士で
決着をつけられるのか。光のあるかの選択。ハラペコアンジェは機能あるかな。この2キャラだと、まあ、画面が広い戦いになりますね。まずベースを握っているのは2号リーガーだったが、カウンター突進から何やら謎のコンボミスが入って、だが体力が回復している。一旦離れてる。立ち回り。腹ペコ勢はあれですね、完成フォーミングの使い方が非常にうまいですね。まあ、この辺やっぱりうまいこと使えるようになってくると相当楽しいし強くなってきますんで、初級者勢、中級者勢の皆さんも動画見てね、真似してみてください。削除していく。一本取るは腹ペコ勢アンジェ。2ラウンド目。ジャンペジャンペ、あとここはバースト倍返したぞ。さらにダウンしている。ジャンプしカウンターだが拾えない。総裁して、総裁出し切り。1の3からゲートが当たらない。まあね、吹っ飛ばしベクトルなんでね、しょうがないです。空投げうまい。これはゴマ様を彷彿とさせるような、ね、空投げの使い方ですね。うわ、うまい。受け身取ったところ、空投げで勝ったのは腹ペコ勢アンジェリア。はい、じゃあ、準決勝なんだけど、俺と浅場さんが試合なんで、誰かにマイク握りたい人いたら。目が合ったね。どっち煽ればいいんですか。